クとスイーツの話だったよね。はい、ドリンクの方はつぐみちゃんが中心になってやってくれているので、私たちはスイーツの方をやることになってます。うちの父さんもどんどん作るぞって張り切ってますから。あ、それなんだけど、サーヤちゃんのお父さんに作ってもらったパンをそのまま出すだけだと本当のオリジナルとは言えない気がするんだ。なるほど、それは確かにそうかもしれませんね。他のみんなも自分たちだけのオリジナルのものを作ろうとしてるから、私たちも負けてられないって思って、せっかくの機会だから私たちにしか作れない私たちだけのオリジナルスイーツパンを作ってみたいなって思ってるんだけど、どうかな。私たちだけのオリジナルスイーツパンか、なんだかとってもワクワクしますね。うんうん、私もすっごくいいと思います。賛成。あ、それじゃあこういうのはどうですか。オリジナルのスイーツパンのアイディアを私たちが提案して父さんに試作してもらう感じっていうのは。サーヤちゃんのお父さんが試作？それはちょっと申し訳ないかな、普段のお仕事だってあるし。いえいえ、心配しないで大丈夫ですよ。父さんもこういうの楽しいみたいですから。それにサーヤちゃんのお父さんのパン本当に美味しいから、絶対にお手伝いしてもらった方がいいと思います。そっか、それじゃあサーヤちゃんのお父さんには悪いけど、それでお願いできるかな。もちろんです。それじゃあみんなでアイディア出していきましょう。結構たくさんアイディア出せたね。本当ですね、どのスイーツパンもすっごいいいと思います。私はこのミッシェルの形のパンが気に入っちゃった。見た目も可愛いし、すごく人気出るんじゃないかな。あ、もしできたらでいいんだけど、ミッシェルの目と鼻のところはチョコチップにしてもらって、目の中にはホワイトチョコで星を描いてもらいたいな。カノン先輩、ミシェルへのこだわりがすごいですね。大切な同じバンドのメンバーだからね。わかりました、目にホワイトチョコの星ですね。メモしておきますね。ありがとう、サーヤちゃん。あ、それならパンの生地もちょっと変えた方がいいかもしれないですね。え、生地？普通のパン生地だとツヤが出ちゃって、ミシェルのあのモフモフな感じが出ないかもしれないです。確かにミシェルのモフモフ感は大事だもんね。オッケー、それじゃあ父さんに何とかしてくれるように相談してみるね。モフモフ感と、あとはこっちのベーグルだけど、これは完成したらみんなでデコレーションしてみる感じで OK でしたよね。そうだね、そっちはみんなで一緒にやってみよう。それじゃあサーヤちゃんのお父さんに試作してもらうのはこの2つで。あの私はやっぱりチョココロネも入れた方がいいと思います。サーヤちゃんの家のチョココロネは本当にすごいんです。ありがとう、リミリン。けどチョココロネは普通に売ってるから、私たちのオリジナルって感じじゃないかもしれないね。それなら中に入れるクリームを変えてみたらどうかな。クリームを変えるですか。そう、チョコクリームじゃなくて何か別のものを入れてみるの。それめっちゃいいです。そうしましょう。チョコの代わりに入れるものか。私はカスタードクリームとかホイップクリームくらいしか思いつかないな。っていうかそういうパン普通にあるからな。確かにオリジナルって感じではないかもね。リミちゃんは何かアイディアある？すみません、チョココロネが美味しすぎて他のものを入れるイメージ
ージが全然湧きませんでした。それじゃあそのことは後で考えることにして、明日とりあえずデコレーション用の材料を買い出しに行ってみない？いいですね、そうしましょう。リミリンも一緒に行こう。昨日お父さんにメモを見せたらすっごい乗り気でしたから安心してください。よかった。それじゃああとはデコレーション用の食材選びだね。チョコチップとかアイシングシュガーとかですね。そうすると食料品売り場に行かないと。食料品売り場か。お、カノン先輩どうかしました？ううん、このショッピングモールの食料品売り場ってちょっと苦手で。食料品売り場が苦手？食料品売り場ってたくさん通路があるでしょ。それが難しくていつも迷っちゃうの。なるほど。確かにどこも似た感じに見えるかも。けど今日は私もリミリンもいるから大丈夫ですよ。そうだよね。それじゃあ今から行きましょう。チョコチップとチョコペンは確保っと。あとはアイシングシュガーですね。アイシングシュガーはこの辺にはないみたいですね。私ちょっと向こうの棚見てきますね。リミリンよろしく。私はあっち見てきますね。うん、それじゃあ私はもうちょっとこの辺りを探してみるね。お願いします。アイシングシュガー、アイシングシュガー、これは普通のお砂糖か。そういえば向こうの方にケーキ屋さんがあったような。もしかしたらあの辺に置いてあるかも。ちょっと行ってみよう。リミリンよく見つけたね。棚の一番上の一番角にあるから私見逃しちゃってたよ。見つかってよかったよ。え、あれ、カノン先輩がいないよ。あ、ほんとだ。どこ行っちゃったんだろう。もしかして迷っちゃってるのかな。早く探さないと。うん。あれ、入り口の方に向かってたはずだったんだけど、こことかコーヒー売り場。飲み物はつぐみちゃんたちに任せてるから、私はアイシングシュガーを見つけなきゃいけないのに。私はパンのデコレーションにコーヒーを使うのかと思いましたよ。デコレーションにコーヒー？あ、どうしたんですか、カノン先輩。昨日、リミちゃんがチョココロネのチョコクリームの代わりに何か入れるものを考えてたよね。あ、はい。コーヒークリームってどうかな？え、コーヒークリーム？うん、つぐみちゃんの家のコーヒーを混ぜてクリームにするの。それをコロネパンに入れるって。それすっごくいいと思います。つぐの家のコーヒーを使ったクリームなら絶対美味しいですよ。あ、私も食べてみたい。それに
うちのパンとツグの家のコーヒーなら私たちにしか作れないオリジナルのパンですし、それ父さんに提案してみますね。さすがカノン先輩ですね。本当にいいアイデアだと思います。二人ともありがとう。迷子になっちゃったけど、いいことがあってよかった。